はい、どうも皆さんこんにちは。偏差値40、宮崎先生です。本日は沖縄戦解説していきます。はい、沖縄戦はですね、1945年の4月1日から7月の2日までの3ヶ月ぐらい、日米で行われた沖縄での地上戦のことを言います。この頃になるとアメリカは日本本土各地を爆撃しているわけなんですが、といっても最終的には日本本土に陸上部隊を侵攻させないと戦争を終わらせられないという考えのもと、フィリピンから沖縄を取って、沖縄からいずれは九州に上陸するという作戦を立てるわけですね。そんなわけでフィリピンはもう占領しているので、その次の沖縄に駒を進めたわけです。それに対し日本軍は硫黄島の時と同様、地下陣地を作って、そこで上陸してきたアメリカ軍に対して待ち伏せ攻撃を行って持久戦を展開するということに決めます。はい、で例によって沖縄の周りの海はアメリカ海軍に抑えられているので、アメリカ海軍の大規模な艦隊、空母とか戦艦みたいな船がいっぱいやってきて、沖縄に対して戦艦による砲撃とか空母の航空機による爆撃をもうとにかくいっぱいやるんですね。で、ありったけ沖縄をこう爆撃してから、4月1日アメリカの上陸部隊、地上で戦う部隊を上陸させたわけです。で、アメリカ軍が沖縄本島に上陸したちょっと後にですね、その海軍が沖縄に停泊しているアメリカ軍に打撃を与えようってことでですね、世界最大の戦艦である戦艦ヤマト、まあこの時点でまだヤマトは生き残ってたんですが、このヤマトをですね、沖縄にいるアメリカ艦隊に突っ込ませて、まあその巨大な大砲を撃ちまくってアメリカの艦隊にダメージを与えるみたいな特攻作戦、ヤマトを使った特攻作戦が行われるんですが、結局ヤマトは沖縄にたどり着く前にアメリカの空母部隊による、まあ、航空機による爆撃、雷撃にさらされ続けた結果、撃沈されてしまいます。ですがアメリカ軍側もですね、ヤマトを倒すために空母からいっぱい航空機を出したんですが、その隙にその艦隊にですね、日本軍の特攻隊が来て、正規空母のうち1隻が命中して大きな損害を受けます。この沖縄における特攻作戦、これは菊水作戦といってですね、沖縄戦が行われた3ヶ月間計10回ぐらい行われるんですが、計36隻の小型船、駆逐艦みたいなそういう小さめの船を撃沈しています。で、大型の正規空母も何隻かはこれによって沈没はしてないんですが、ダメージを受けて、まあそれなりの被害は与えたんですが、それでもアメリカの大艦隊の行動を封じるまでには至りません。そんなわけでアメリカ軍は最初沖縄本島の中部に上陸するんですが、この時点でではですね、日本軍の反撃はなくて、まあ無血上陸みたいな感じになるんですが、その後南北に進撃していきまして、南に行く部隊はですね、首里を目指したんですね。その首里に日本軍の司令部があるってことで首里を目指すんですが、日本側はですね、その戦力の多くをその首里を守る南側に集中させてたんですね。まあ、北側にも日本軍の飛行場とかもあったんですが、まあ、主に南側、ここをメインに戦うつもりだったんです。そんなわけでこの南部に地下陣地を築くんですが、ただの地下陣地ではなくてですね、その山とか起伏のある地形を使った半斜面陣地というものを構築します。これはですね、北からやってくるアメリカ兵に対し、まあ、山があるわけなんですが、その山の裏側に陣地を作ると。地下陣地なので、まあ、上空からの爆撃とかでは効果がありません。硫黄島と一緒です。それでいてですね、北からやってきたアメリカ軍の地上部隊が砲撃をしようにも、斜面の裏側なのでなかなか砲弾が当たりにくいんですね。で、砲弾が当たらないどころか、アメリカ兵は日本軍の陣地を目視するってことが難しいわけです。ですが日本側は山のてっぺんに観測所っていうものを設けてるんですね。この観測所によってやってきたアメリカ軍を目視することができる。そうするとその観測所の
情報をもとにですね、その後ろにある斜面陣地に構える大砲の部隊がアメリカ軍に砲撃すると。そうなるとアメリカ側はですね、もう山の裏から砲撃されているので敵の位置がわからない。だけど日本軍側は観測所によって敵の位置がわかっている。でアメリカ軍はとにかく反撃しようにも砲弾は当たりにくいんですね、その反斜面陣地には。そんなわけで、まあ、かなり守りに徹した陣地ということになります。そんなわけで上陸後、南に進んだアメリカ軍は最初の日本軍の斜面陣地にぶち当たります。それは嘉数高地の戦いです。この嘉数高地の戦い、これは沖縄戦最初の大激戦になってですね、その日本側の反斜面陣地にアメリカ軍が来て、で圧倒的な物量があるにもかかわらずアメリカ側が苦戦するみたいな戦いが続きました。でこの時日本軍にしてはですね、機関銃とか大砲とかがそういう火力を有する兵器が結構揃ってたんですね、この沖縄の部隊には。そんなわけで機関銃で連射されたりだとか、速射砲でアメリカ側の戦車が撃破されたとか、そういった被害がアメリカ側に続いて、で一番損害がひどかった時はアメリカ軍の戦車30両をその嘉数高地に投入したんですが、まあ、たった1日でですね22両が撃破され、戻ってきたのは8両だけだったみたいな、結構前線を日本軍側はするわけです。まあその速射砲とか対戦車地雷とかそういうのも機能したんですが、それ以外にもですね、もう爆弾を抱えた兵士が戦車に体当たりして、その兵士もろとも戦車を破壊するみたいな戦法も取られてますね。そんなわけでアメリカ側は苦戦するんですが、って言ってもアメリカ側はですね、損害が出てもそれを補えるだけの補給力、物量っていうのを持ってたんで、まあ、すぐに回復してしまうんですが、日本側はですね、そういう補給するみたいなことがもうできないんですね。もうこの1945年の時点で日本の国力も兵力も底をつきかけていました。なので日本軍はいくら前線してるとはいえですね、この2週間にわたる嘉数高地の戦いでもう最初にいた頃の兵力の3分の1ぐらいの兵力にまで戦力が落ちてしまってたんですね。そんなわけで日本軍は嘉数高地から撤退して、その後ろにある前田高地、ここにもう一度陣地を築いて、もう一度アメリカ軍を迎え撃つみたいな作戦を立てます。それに対してアメリカ側はですね、その結構優秀な兵士とかを集めて、その決死隊みたいな部隊を作るんですね。今まで苦戦してた嘉数高地を落とすための部隊なんですが、でその部隊が嘉数高地に行ったらですね、もう肝心の日本兵は撤退済みだったと。わずかに残された日本兵と戦うんですが、まあ、結局アメリカ軍がこの嘉数高地を占領します。ですが日本軍はその後ろの前田高地に撤退して、もう一度陣地を構えたんですね。今度はアメリカ軍がそこに立ち向かいます。で嘉数高地と同様、この前田高地でもですね、アメリカ側は苦戦します。ちなみにこの前田高地、ハクソーリッジっていう映画にもなった、まあ、この戦いがこの前田高地の戦いなわけです。で守りに徹した日本軍は前線するんですが、そんな中ですね、その司令官の結構上層部のあたりからはですね、この際一気に攻撃したらどうかみたいな案が出てしまいます。で現場の参謀はですね、頑丈な陣地の中にいるから戦えるんだ、頑丈な陣地を出てしまったらアメリカ側の圧倒的な火力でやられるだけだ、そんな感じで部隊を壊滅させてしまったら、この沖縄戦の持久戦、この持久戦ができなくなるぐらいの損害を負ってしまうみたいな感じで、その矢原参謀っていう人はですね、結構反対するんですが、まあ、それでも攻撃に打って出るべきみたいな意見が採用されて、結局日本軍はその温存してた兵力を使ってですね、総攻撃に出ます。ですがその矢原参謀の言った通り、アメリカ側の圧倒的な火力で一方的にやられて大損害を出してしまいます。でこの総攻撃はたった1日で中止という判断になって、日本軍側は再び持久戦、守りに徹した持久戦をやるわけです。
ですが、この時の日本軍艦の損害、これによってですね、この前田高地もアメリカ軍が占領し、で日本軍艦のせっかく温存できてた部隊も壊滅し、で砲弾もですね、数に限りがあるんですけど、この総攻撃で撃ち尽くしてしまって、まあ、残りがあまりないみたいな状況にまで日本軍は追い込まれます。ですがこの後最後の大激戦があるんですね。それはシュガーローフの戦いです。これは首里の西のあたりにある陣地なんですが、嘉数高地、前田高地をアメリカ軍が攻めてるんですけど、その横からもアメリカ軍が攻めてたんですね。その部隊がこの首里の西にあるシュガーローフにぶち当たります。このシュガーローフの戦いはですね、1週間ぐらい続くんですが、この間にですね、アメリカ海兵隊は何度も日本軍の攻撃により跳ね返され、11回目の攻撃でようやくこのシュガーローフを占領します。でこのシュガーローフが落ちるとですね、もうあとは日本軍の司令部である首里、ここを残すだけになるんですが、まあ、日本軍はですね、この首里を放棄してさらに南に撤退するんですね。沖縄の南部には天然の洞窟とかがいっぱいあって、まあ、そこでもう一回持久戦ができるだろうみたいな感じで首里を捨てて南部に撤退するんですが、この時日本軍が撤退した南の地域というのはですね、戦火を逃れて避難してきた沖縄の一般市民たち、こういう人たちが多く住んでたんですね。そんなところに日本軍が撤退するもんですから、まあ、当然多くの住民が戦火に巻き込まれる結果になってしまいました。すでに避難してきた住民が住んでいた洞窟に日本軍がやってきて、住民たちを追い出して軍がそこを使ってしまうだとか、あとはそれに反対した住民がまあ日本軍に殺されてしまうだとか、あとは住民と日本軍一緒に洞窟の中に住んでてもいろいろトラブルが起きたり、例えば赤ちゃんがもう泣いてうるさくて、でその声で敵にバレるから、まあ、その赤ちゃんを殺してしまうだとか、あとはアメリカ側もですね、その洞窟にいる日本兵に対して火炎放射器で中を焼いたりだとか、手榴弾を投げたり、催涙ガスを流したりするんですが、まあ、当然兵士と住民が一緒に洞窟の中にいるとですね、一般市民までそういった攻撃にさらされて亡くなってしまう。あとは例によって、日本軍によってですね、一般住民もアメリカ兵に捕まったら大変なことになるみたいな風に教えられているので、アメリカ兵に捕まるぐらいなら自決しようみたいな感じで洞窟の中で集団自決が起きたりもしました。ですがもうこの頃になると日本軍に反撃する力は残っていませんでした。沖縄戦の最初ではですね、嘉数高地とか前田高地とか、あとシュガーローフとか、そういった戦いでアメリカ軍も結構苦戦したんですが、もう2ヶ月以上過ぎたこの頃になると、もう日本軍はただやられるのを待つだけみたいな。で6月の末に日本軍の沖縄の司令官が自決をします。で部下たちはその後も戦い続けた者もいるんですが、結局アメリカが沖縄に上陸した3ヶ月後の7月2日に沖縄戦の終了をアメリカが宣言する形で沖縄戦は幕を閉じます。というわけでアメリカ軍は無事沖縄を占領することができたわけなんですが、って言っても1ヶ月で終わらせるつもりだった沖縄作戦は最終的には3ヶ月もかかってしまいました。それでいて死者数も1万2千人ぐらい、まあ、結構な人が兵士が犠牲になったっていう結果になります。あとはこの沖縄戦ではですね、その少年兵、その現地に住んでる14歳から16歳の、まあ、そういった少年兵を軍に入れて兵士として戦わせるだとか、あとは女学生をですね、その負傷した兵士の手当に当たらせるみたいな形で、まあ若い男女も軍のために働くみたいな感じで、でまあ結構多くの死傷者も出してしまいました。そんなわけでですね、日本軍にとってもアメリカ軍にとっても地獄だったんですが、まあそれ以上に現地に住む一般住民にも多くの死傷者を出した、そんな戦いになりました。はい、というわけで本日は沖縄戦解説しました。ご視聴ありがとうございました。